さちこちゃん、うわ後ろボソボソ、やまあどこ、こんばんは。つかりいち、つかりいち、さちやほー、こんばんは。前髪が短め、うん、こんばんは、うん、なんだか、こんばんは。さちやほー、めっちゃ髪の毛が、やっぽやっぽ、あこれだ、おつかりいちです。オッケー、のりさんありがとうございます。さちこちゃんだって、誰かいる。リエチが隣にいます。やっほー、さちこちゃん、私テレパーもつけよう。今日はつけてみる。リッチ、今日はさちこちゃんがリエチいます。こんばんは。じゃあさちこ、カラト市場好きな人だって。そうですね、カラト市場。何カラト市場って？え、珍しい。え、なんかね、うん、山口のね、へ、下関の。そうです。そうなんだ。お刺身、りゅうちゃんさん、うっかりあんこさん、まりちゃんさん、ありがとうございます。じゃあさちこなんか一言。こんばんは。わ、なんかすごい。こんばんは。なんかあれなんだね、違う、秋の、あ違う、全然違うこと、秋のアイテムになったよね。すすき、さちこ知らんかったら。秋のアイテムになって、すすきになったらしいよ。すすきとお月見に、そう、かわいい、すごいよね、すすきとお月見になったの。みきさんありがとうございます。こんばんは。おっちまもるんさんありがとうございます。はじめまして、すごい、うばんさん、かわいい、たくさんありがとう。こんばんは。こんばんは。テレテレ。サチ。サチリエチだって。サチリエチ。かわいい。サチリエチ。うちの原型ないけどね。ち。サチがいっぱい。サチリエチ。サチリエチ。あ、そうですね。スレッズの、スレッズが投稿。サチコさんありがとうございます。ヤマトさん、ケンさんありがとうございます。そうスレッズ、サチのスレッズが、そう今回サチの番なので。ぜひ皆さんチェックしてくださったら、はい、嬉しいです。そしておっちー、ね、お話し会の再販が始まったので、始まりました。皆さんそう、お話し会の再販が始まりました。今日お下げなんですよね、さっちー、ね、今日帽子かぶってた ね、2人してね、かわいいね、髪の毛、ありがとうございます。お洋服もかわゆだって、え、嬉しい、かわいいね、うん、誰の洋服だっけ、いいなサラピさんからいただいたお洋服なんですよ、これお話し会ね、楽しみです。ありがとうございます。もう画面越しでのね、通信しちゃって、え、あと1ヶ月後ぐらいか、1ヶ月もないか、10月21日、うん、うん、あ、10月21日、うん、うん、すぐよね、もう割と、割とすぐですね、ドキドキですね。あの感じ好き、うん、あの洋服はね、好きなんですよ、お気に入り。サッチ、ハロー、ハロー、こんばんは、こんにちは。サラさんからいただいたお洋服、ワンピースなんですよ、これワンピースなんだけど、めっちゃ可愛いよね、うん、可愛い、いいな、いいな、かわいい、ここの襟の部分が、石田さんって優しいんですねって、優しいです。くまねパパさん、ありがとうございます。めっちゃ優しいよ。初見です、ありがとうございます。こんばんは、曽我わさきです。三期研究生の、そう、サラさん、初めましてで緊張するけど楽しみ、早く、うん、お話し会ありがとうございます。ドキドキだね、あれだね。初めてのお話し会が直接か、うんうん、いいですね、素敵ですね、ね、素敵ですね。そう、サラさんたくさん洋服くれたんですよ、何着いただいたか、カラシロさん1、レンチ7センシズ、レンセンシズさん3、伝説の阿部さん、ありがとうございます。 5着ぐらい、5着とアクセサリー、あ、アクセをもらった、アクセサリーをもらった、シュシュとかイヤリングとかピンとかもらった、すっごいいですね。そうなんですよ、サラさんたくさんお洋服とかアクセサリーとかくれました、ありがとうございます、サラさん。ありがりえち、ありがりえち、ありがりえち、
そうですね。クマネパパさん、今はゼロ戦士です。好きなお団子。なるほど。ありがとう。同じお方ですね。団子団子。でゼロ戦士ズ。リアチと一緒でも白を通すね。え、私本当に白の服しか持ってないかもってぐらい白、ね、確かに幸子めっちゃ白よね、うん、白ばっかり、うん、本当に白しか着てないかも。よく白着てるイメージ。今日お買い物行ったんですけど、ね、白の服見てたよね。うん、そうそうそう、幸子、ね、白のものばっかり、うん、ブーツも白選んでたし、ね、確かにそうだね。そ そうじゃん、ブーツも白、白が好き、全身白コーデできる、真っ白な。そうなん、そのぐらい白が好きなんです。確かに確かに。わあ、きちゃん、いいね、いいねじゃなかった、いいねじゃない、いいね、すすき、ありがとうございます、ありがとうございます。いいねじゃないですね。さらっとスマートにくれたのになって、うわ、さらさんのさらっとかけて、八割が白、二割、ああ確かに確かに、黒、レッスン着は黒も混じってますね。でも幸子はさ、白黒ってイメージがある、うん、結構本当にレッスンにも白黒、うん、だね、うん、かそうだわ、イベントでもらった服、あ、そうだね、サンキュアルあるね、うん、イベントでもらったやつはすぐ着ちゃう。サンキュアルあるなんかな、やっぱわかんないけど、イベントの服着がち。2.5個生産とレッスンしてもね、そうよね、見ないよね、そういう T シャツ着てるよね、着てますね、かぶりがち、はい、白がよく、よく似合う、ありがとう、嬉しい。いつもとメイク違う、あ、あれかも、まつげ、まつから下地塗ってないからかも。下まつげ下げるのやめた、本当だ、なんで、え、なんか目が小さくなる気がして、うん、え、ガチ？そう、やめたんよ。え、でもそれでも存在感がある、あ、本当、うん、嬉しい、ありがとう、すごいよ。そう、自分のチャームポイントにしてたんだけど、下まつげ、下まつげ、下まつげ、こんばんちゃん、再販2時始まりました、あ、2時、2時だ、やす、あ、2時ね、2時が、ありがとうございます、再販、やすべさん、再販2時が始まりました、どうもこんばんは、ご無沙汰しております、お隣いる人は大好き、お隣なリエリエチです、こんばんは、サチコんち遊びに行こう、こんばんは、こんばんは、こんばんは、サチヤホー、餅だ、餅、ベレー帽、餅カラーです、これはベレー帽をかぶるとさ、前髪潰れちゃう現象、どうにかならないのかな、え、それな、普通の帽子も今日やばい、え、今日も彼らは大量でしたか、だって、うんうん、これ仮面虫のこと、やだー、やばかったよね、やだやだ、もう何何、同い年です、そうです、17歳じゃない、18歳か、18歳、え、リエちゃんもうまだ17歳、リエ17、あ、リエちゃん、あ、そっか、サッチーの方が、そっか、あ、リエちゃんまだでした、そうなんですよ、でも同じ学年です、同じ学年です、高3組、うんうん、こんばんは、こんばんは、こんばんはです、やん、しげあきさん、結婚して、じゃあ、お話し会の二次再販も全部鈴木一郎さん、会いに来てくれたらいいよ、ありがとうございます、同級生、同級、あ、そうですね、ねえ、サチさん、ありがとうございます、高3です、私たちはです、高校3年生、スマイルスマイル鈴木一郎さん、ありがとうございますこんにちは、こんにちは、サチヤッホー、ありがとう、ベレー帽似合ってるね、ありがとう、ベレー帽好き、安部さん、欲しい、ありがとう、よくかぶってます、ベレー帽欲しい、欲しい、ね、ありがとう、ピアノ弾いてるんかと思った、かきひろさん、ありがとうございます、フラワーさん、やすべさん、高三尊いって、え、嬉しい、嬉しい、ラスト JK だから、今日の下まつげ、今日の下まつげこんな感じリエチとサッチーだからチーズ、あー、なるほど、お互い2人ともチーだもんね、確かに、マッツンさん、ありがとうございます、サチーとウルナレ、そうなんですよ、
サラさんって何気に私服の先生、何気にってかもうありまくりです、ね、なるほどなるほど。サッチとりあえずサラさんから服いただいたらさ、自分が今までチャレンジしたことないみたいなさ、うん、服をさ着るからさ、すごいワクワクする。確かに、でも可愛いじゃん、うん、デザイン。え、めっちゃ可愛い、可愛いよね、本当に。いいね、いいな。うまい。チーズおかわり、チーズおかわりすんのか。スレッズの写真素敵でした。ありがとうございます。二まつげ決まってます。今日はでもね、今日は咲いてないんですよ、お洋服で。二まつげ、あ、うんうん、ですね。あ、生えてはいるんですけど、それ生えてるけど。マッツさん、お月見団子ありがとう。あれ、カスミンと取り合ったから写真同じ場所なんですよ、全部。あれ、フランフランの前。そう、あ、そう、よかった。連続で出なくてよかった。でもあの服可愛かったくない？あのさ、ワンピースみたいなやつ、可愛い。あれはお気に入り。あれ可愛いと思います。連続で出た時さ、うん、やばいよ。やばくはないけどさ、あ、全く一緒やんってね。え、でも最初の私服紹介の時、デート引いたらもう全く同じ背景撮ったからちょっと気まずい。同じ壁、うん、ね。最近寝てます、元気さん。ってドキドキして、すすきたくさんありがとう。9時間、あ、9時間も寝れたらもう幸せなので。すすきたくさんありがとう。良きです、もっと寝ましょう。ハードル低めだって、本当に。だって全日程来てくれる方なんかなかなかいないじゃん。スターバックスでね、持っちゃって。そんなことないですか。こんばんは、こんばんは、こんばんは。二人を見ていると爽やかプリンス、髪型めっちゃ可愛い。本当ですか、嬉しいです。今日おさげでつまみにしました。こんばんは、こんばんは。ベリーボンもかぶってみました。サッチヤッホー、いい感じですか。はじめまして、こんばんは、ありがとうございます。リーチー、サッチボーから移動してきましたって。わ、お久しぶりです。シャイニングフィンガーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。サッチヤッホー、ヤッホー。自分って駅前のロータリー違うの。何、うん、定期も自分で見れるの。あ、確か、うん、ガッチさん、ありがとうございます。気まずだって。いちごの気まず、いちごやん、いちごの気まず。気まず流行ってるのかな。いちご元気かね。いちご何してるんかな。何したやろ。何、メールの県別衣装の写真めちゃくちゃやった。県別は黄色で、あ、すごい。スレッツたくさん褒めてくださる皆さん、ありがとうございます。ありがとう。どんな顔してたっけ。うんうんうん、ストロー持って、うん、これ、あ、了解です。そうだね、更新しないとだった。ありがとうございます。ちなみに今日はすみません、サリメンを2個調達しましたね。行ってくれて、いってらっしゃい。あと米粉を買いました。今日買ったもの、うん、米粉か。米粉買った。なんかダイエットにいいらしい。え、そうなんだ。え、米粉って何に使えばいいの。なんか米粉と卵と、うん、豆腐と、うん、ココア入れてチンしたら、うん、ダイエットケーキみたいな、甘いもん食べたい時のみたいな。ココアいいね。そう、パンケーキにハマっちゃって。米粉いいね。めっちゃいい。そう、それを作るために買いました。今日片栗粉買った。片栗粉昨日買いました。うん、片栗粉便利。片栗粉は大事よね。大事。割と何人でも。片栗粉はマジで大事。使えるよ、片栗粉って、うん、超いい。おすすめです。片栗粉。さつまいも買いたかったんよ。意外とするよな。うん、高いね。そう、意外と高いんですよ。ちょっと諦めた、さつまいも。なんか調理済みの方が安かったくない。あ、確かにそうかも。 そのままのやつ買おうとするとね。最近ね、そう、料理ハマってる組だから。そう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 。料理ハマってる組なんですよ。主婦組なんです。今日サッチーに会って、ティエが昨日作ったご飯の話したもん。何作ったって。なんかえのきとキャベツと、うん、あのネギ入れてお好み焼きみたいにしてみたいな。あ、余り物をね。そうそう、余り物してたっていう。そう、余り物を使ってるっていうのがまた主婦みたいだよねっていう。主婦。そう。っていう話をね、したんですよ。
人は実は。じゃあ今度手料理振る舞い愛しよう。え、食べたわ普通に、ね、やりたいよね、うん、よ鍋食べたね、めっちゃ前。あ、鍋食べたね、懐かしい。鍋食べたね、美味しかった、美味しかった。こんばんは。あれでひき肉入れるのが意外と美味しいんだってことに気づいたよね。あれ美味しかった。鍋パ配信待機。おお、私黙々と食べちゃうわ。牛タンはもうなくなっちゃいましたね。ガビョンガビョン、牛タン食べちゃいましたね。こんばんは、こんばんは、こんばんは。牛タン食べちゃいました。スレッツ見たよ、ありがとうございます。嬉しい、皆さん。ジャムツさん似合う、ありがとう、ありがとうございます。サラさんからいただいた隣はリエチです。今日はお下げで、かわいいです、かわリエチ、お下げちゃんですね、お下げちゃんです。サッチーヤッホー。そう、この長さ、サッチーはもう、ね、その長さで定着してるよ ね、結構もう伸ばしもしないかっていう。伸ばしたいんだけど。あ、そうなの、うん、ロングになりたい。でもアレンジできるようになったら伸ばしたいかも、うん、あ、確かに巻き、巻き流したい。そうだよね、巻きたいよね。あとめっちゃ高い位置でポニーした。あ、わかる、絶対いい。ハーフツインとか ね、したいね。でもさ、絶対さ長い方が可愛いじゃん、うん、ハーフツインとかちょっと子供っぽくなるよね、短いと、うん、確かに、そうよね。そうなんよな、そうね、やりたいよね。はじめまして、ありがとうございます、主権さん。マシンガンさん、めっちゃかわいい、ありがとう。イエーイ。すごい、カラフルだるま、OS さん、ありがとうございます。ハーフツインかな、ハーフツイン、タナコの消える。スタンプみたいなね、ありがとうございます。ハーフツイン、ねえ、できるようになったら、私は一番にやりたい髪型、ハーフツイン。本当？うん、めっちゃやりたい。でもなんかさ、アイドルって感じよね。ハーフツインって絶対いいタイプだと自分のね。うん、わかる、やってみたい、ね、こんばんは、しけんさん、ありがとうございます。さっちやっほー。毛量多め少なめコンビ好きでした。って誰かデイが毛量多いからかな。多いの、多い多い。あ、そうなの、自分も少ない。どうせそれで D のことじゃなかったら、え、それ何のこと、ユナのことだよとか。めっちゃ気まず。待って、ツッチーっていうのがある。ツッチーじゃないです、サッチーです。やだ、これ定着したらやだ。ツッチー、ツッチーですか。そんなこと言ったら絶対ツッチーって呼ばれるよ。無視します。辛ラーメン、辛ラーメン私ハマってないんですよね。なんか前カスミンと新大久保行った時に、こんばんは、辛ラーメン食べたことあるんですけど、なんか辛すぎてダメでした。サッチーに首いったけ。あれあれなんか取られちゃう。え、サッチーってそういうのないの。なんかないね、ハッシュタグみたいな。オッチーしかない。あ、オッチーか。オッチー、あ、そういうこと。ハッシュタグない、ハッシュタグない。佐川咲、佐川咲みたいな、うん、ですです。例えばメール返す時とかさ、え、佐川咲、うん、あ、佐川咲、うん、すごい、なんかいいよね。でもえ、かっこいい、それなんか佐川咲、うん、佐川咲、ごついね、サッチーだけのやつ、いいね。そういう感じ。サッチーってなんか名前が爽やかよな。ガチ、うん、佐川さん、あー、そういうこと、うん、あー、だからそういう風サッチーなんか。あ、そうなの、そういう風、そういう風サッチー、そうなの、うん、いいね、爽やかって感じ。やった、爽やかなお名前ですね。ディオなんか和風、和風だすね、出すね、出すね、かわいい、出すね。多分サッチーズだって。うわ、どういうこと。鎖国しよう、鎖国します。こんにちは、試験さん、ありがとうございます。鎖国、鎖国、なんていうか、鎖国、鎖国、鎖国、懐かしいね、鎖国してる、懐かしい。で、手のことを嫌いな人は鎖国する。うわ、懐かしい、私あの時代の辺苦手だった。サチコとリエコ同い年なんで。そうなんですよ、リエコリエコリエコやばい、ね、リエコやばいの、ね、鎖国とかね、懐かしいよね。懐かしい。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ペパーミントサチ、懐かしい。そう、ペパーミントらしいです。
うちの幸子もお世話になっておりましたあすごい幸子のパパ、こんばんは、こんばんは、幸子とりえ子、幸子とりえ子です。今日は開国してくださいだってちゃんとカタカナなの。いやリーチに首ったけじゃないと開国できんわ。あらサッチーに首ったけサッチーに首ったけだってもう鎖国ってか、サッチーかわいい、ありがとう。島流す、島流すとかサッチーやっほー。ルルル、開国してくださいよ。開国できませんね。 No no、うん、懐かしいね、なんかね歴史がね、うん、めっちゃ思った、うん、サッチーこんばんは、こんばんはチェーレチェーン、シャイニングフィンガーさんありがとうございます。初見さんこんにちは、ありがとうございます。島流しさん、あなるほど、うん、うまい。リーチの、リーチ島から、あ、リーチ島から島流しされて蘇川島に来たご様子です。来ちゃったんですね。なるほど。そう、今日はちょっとお買い物にね来ましたね。こんばんは。え、見て、今気づいたんだけどさ、このリップどっちもさ、ビセ、ほんとだ、見て、信者、同じメーカーのリップが揃った、すごい。今日はリップがないよ。サチコのこういう品紹介いつのに。今日はオペラです。あ、いいですね。今日は美声です。こんな感じ。色味は、色味は06番ですね1番ですねでももう廃盤なのかな、ない気がする。え、本気、めっちゃ前に買った。あ、そうなんだ、うん、かわいい。めっちゃ前に買ったやつ。え、今日は何番買ったんだっけ。え、今日買ったの。あ、そっか、リップは結局、うん、あ、トロン、なんかあれ買ったの、保湿リップですね。あ、ニエクゼをね買ったんですよ。あ、そうなんですよね、楽しみだよね。同じの買ったんだよね。そうなんだよとさっちと同じ入浴剤を買いました。ちょっと見せるのはやめときますね、うん、キラキラパウダー入りと汗かきエステ気分、それ紹介した、超楽しみ。うわ、それを買ってお風呂に入ってる、さっちくと同じお風呂に入ってるってことですね。出る出る出るよ、コメントに。嘘です、そんなこと思ってないよ。楽しみ、超絶。ルミさん、はじめまして。はじめまして、ハートもありがとうございます。そう、入浴剤、あれなんかキラキラいるよね。そうなんですよ、キラキラいるみたいな。楽しみ、入浴剤なんですよ、楽しみよね。サッチ、初見さん、ありがとうございます。それが楽しみなんだ。こんばん、サッチコ、ありがとう。こんばんは、ヤッホー、ヤッホー。でも、サチコとリエは一緒にこうやってお出かけするの初めてよね。うん、4人だとね、うん、そうそうそう、4人で遊ぶことあったけど、2人は初めてかな。2人は初めて、確かに、うん、ちょ、オウム返ししちゃったよかわいい。こんにちは、こんにちは。2人は初めてね。楽しみ、入浴剤テンション上がるよね。わかる、めっちゃ好き。よかった、変えて。お湯200リットルってどんぐらい。確かに200リットルってどれぐらい。え、これさ、三つ見して、あ、キラキラのやつ、キラキラ、こっちも200。え、でも1回切るよね。うんうん、あ、これも200。え、すごい、なんかこんな、え、でもここの話は怖い。え、そうなの。読んで。あ、でも最初の3分しか読んだな、うん、自分は。うん、うん、いい話、最後読んでないけど、うん、スレッズの写真はね、さきって書いてもらいました。え、いい写真、いい話。あ、いいお話。あ、ちょっと最後まで読もう。うん、いいお話だと思う。優しい、うん、いいお話。いい話。よかった。ホラーとか書いてあったらさ、え、それはオペラタイムやね。ここだけ読んだら楽しいけど。確かにね、いいお話じゃん。よかったです。楽しい話なんかな。
さっちゃん見た目は声や喋り方大人っぽい、うん、なんかそう低いんですよね声が。そう思わん、うん、思わん別に。え嬉しい。あ大人びてる。あなるほど、大人びた声ってこと。いいコメントですね。ありがとうございます。え今日のさ、うん、これの話していい？あのどうする？待って待って、わかんない。え、あ、え？そう。いいよ、全然いいと思う。うん、今日サチコとね、めぐなんだっけ？めぐあ、めぐめぐザモンスターか。うんうん。めぐザモンスター2見に行ったんですよ。そうです。むずジェスチャーリエチの。そう、怖かった。え、すごかったよね、うん、そう。いやでもあれはいい話です、うん、ぜひ見に行って。え、めっちゃ面白かった、うん、めっちゃ面白かった。私メグザモンスター1も見ててめっちゃ好きなんですけど、もう最高だった2も、うん、ね、いい話ってなんていうの、え、ね、いいよなあれ、うん、うん、楽しかった。 ああいうハラハラを私は求めてた。好きだよね。はい、そう、ちょ泳げる、泳げる練習かなって、ね、腹筋を鍛えようっていう。そうなんよとになりました。そう、すごかった。サッチーやっほー、初見さんありがとう。そう、めっちゃ面白かった。面白かった、よかったよね、うん、なんかね、あれはマジでアクションって感じ、うん、ああいうのいい、あのハラハラ感が、うん、平和でよかったいい、ね、最後。そうだね、最後ね、刺されてないよ。でも開口を歩いてたんよ、ね、あ、めちゃめちゃ何開口。ネタバレしちゃったかな、これネタバレですかね、これめっちゃネタバレかも、ね、うん、歩くね、歩いた。そう、すごかったよね。でもそう、ね、めっちゃハラハラする、ね、すごいすごい。サッチーもあっち、サッチーやっほー、こんばんは。めっちゃ面白かった。やっぱね、あの俳優さんはジェイソン・ステイサムさんっていうんですね。あ、そうなんですね。他に何の映画出てるんだろう、主役のかな、ね、うん、あれどうやって撮影したんだろう。確かに CG、 でも CG じゃないさすがにね。でも海に行ったんかな本当に、どうのかな、やば。でもサメはいなくて、確かにいる程度演技みたいな、うんうん、え、わかんないけど、ね、プールとかならいいけど、あーあー、でも、うん、いや、あるある、ね、それすらも、うん、でかいプールでみたいな、ね、ありそう。どうするサチーにサメ映画のお仕事来たら。え、でも本当にないでしょ。え、完成の怖くない、自分が食べられそうなし、うん、え、でもさ、サメいないですって言われてもさ、海でやりますって言われたらさ、え、ちょっと海恐怖しようかも、ね、怖いよね、うん、そこの方が怖い、いないですとか言われてもね、海自体がちょっと怖いかも、うん、でもすごかったよね、もう音がめっちゃ大きくてね、うん、そう、結構爆発してたよね、うん、たくさん音が大きい、そうです、場面がありましたね。確かに。そう、大変。かなり攻めてるスイムスーツ、確かに。かなり攻めてるスイムスーツ。かなり攻めてたよね、なんか。攻めてた。攻めてたね。こちらは攻めてました。足つかないとこ。え、ちょっと海は苦手かも。ね、本当に浅瀬じゃないと。そうだね。泳げないってなるとね、余計恐怖が。え、さっき泳げるっけ？泳げない泳げます泳げないから怖い、うん、え、だから本気で練習しないと、もしもそう、うん、あの場面が来るかもしれない、いつか、いつか、そうだね、確かに、もう来ない、絶対来ない、来ないとね、来ないけど、メガロドンはね、なんか、ね、いや、ちょっとやだ、ほんとに瀬戸内海にメガロドンとか、やだやだ、本当にやばいね、それね、うん、すごかった。で、サメ映画めっちゃ好きだから、そう、ずっとね、2めっちゃ気になってたんですよ。はじめまして。めっちゃ泳げるイメージはなんかよく言われる、嬉しいけど泳げないんです。なんか水泳とかやってそう。え、そう、なんか、ね、言われるけど全然泳げないんですね。そう、ビート板がいります、私の撮影の時は。でも D もちっちゃい頃習ってたんだって。習ってた、うん、記憶にはないけど。あ、そういうこと、うん、え、泳げる、うん、なんか1日でやめたみたいな。あれ1日なんかなんか入会した時はノリノリだったのに、なんか次の日行ったらなんかもう泣きじゃくって小さいと ね, ね、そういう事故が起きちゃう、まあね、そうだよね、感情の起伏が激しいってことで、それはね仕方ない、ね、そうなんや、浮き輪で
あ、浮世絵があれば、うん、え、リエもさ、あれ戦ってみたい、なんか戦ってみたい。いや、かっこいいのはわかる、憧れる、うん、うん、サメと戦うのは嫌だったけど、うん、じゃあ、あの女の人ぐらいの感じで、あ、女の、え、若い女の子、あ、そうそうそう、あね、いい子だったね、あれは、あれくらいで私も参加したいって感じ、かっこいいよな、普通に水に顔つけるのはいけます、怖くはないけど、うん、あ、そうか、幸子は海あり県か、めっちゃ言われるんだけど水泳得意そうって、本当？でも確かになんか泳げそうな感じする、そう、嬉しいけど泳げないっていう、うん、本当に泳げないんですよね、埼玉県民も泳げない、なるほどなるほど、まあ泳ぐ機会あんまないかもね、埼玉県民、あ、うん、溺れたらみんなよろしく、本当みんな助けに来てくれるの、うん、みんな助けてほしい、でもサメいたらみんな来れないでしょ、サメがいても、サメがいてもサメがいてもね、本当にね、怖いよね、サッチヤッホー、のんたんさん、ありがとうございます、そう、でもさ、今日海の恐竜の映画が見たいって朝話してたんよ、ん？恐竜まで？そう、朝、うん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 、だけど、海のやつ見れた、あれ恐竜？恐竜も出てたね、恐竜いたよね、なんか恐竜もいたよね、そう、え、最後のさ、あれ恐竜やったのか、うん、危ないね、ちょっとやめとこう、ネタバレになっちゃう、みんなに気になってしまうと思った、そうそう、鈴木は映画館で鈴木は映画館で、うん、あ、ゾンビ系も好きなんですよね、サッチーに溺れてます、あ、嬉しい、うまいですね、ゾンビ系はあれが好きです、それは嬉しいです、アイアムレジェンド、あとですね、バイオハザードも出ました、そういうハラハラアクション系が好きです、うーん、実ははい映画告知、それな、ね、出たみたい、うちら確かに、私たちは一切出ていません、ちょっと出て、あのたくさんの観光客の一人みたいな、探したら、うん、あれぐらいでいいわこんにちは、じゃあで食べられるやつかもしんない、やだで使わいさきちゃん、うん、ありがとう、嬉しい、サッチは何系が好きですか、うん、こんばんでちゃん、え、でも戦う系好き、あ、サチコも、うん、戦う系が好きなん、え、なんか、うん、好きかも、意外、でもあんまり映画、え、何が好きだろう、うん、え、起承転結がめっちゃしっかりしてるんです、あー、なるほどね、確かに合ってる、起承転結の好き方、 え、なんか、うん、うん、なんか大事、わってなったりするの好き、うん、映画館で、え、なんかよくわからんでさ終わっちゃうやつ、え、やだ、それなんかね、ムーマするムーマする、うん、なんか好きです、いいですねあ、同級生コラボ、そうです、今日はね、ハッピーエンドも好きです、いや、ハッピーエンドも、うん、ハッピーエンドが好きですね、やっぱりサラさんからいただいた気象天だから天ぐらいまではいいんですけど、うん、ケツは、うん、ハッピーエンドがいいよね、あー、いいね、そうだね、なんかいろいろあってもとりあえず最後はハッピーエンドで、うん、ね、終わってほしいよね、え、映画館で今まで何見てたんだろう、でもこういうアクション系見るの初めてなんだよね、うん、アクション系映画館見たらいいよね、なんか迫力がめっちゃいい、うん、何見てたの、うんうん、ね、コナン見てたわ、あ、コナンよく見てたかも、コナンドラッチーの映画とか好きそう、あサチエモン、あ、なるほどね、サチエモンドラッチー見てた、うん、泣いてた映画館で懐かしい、確かにアイドル衣装みたいな、さすがサラさんのお洋服だった、この襟がベロアでめちゃくちゃ可愛いんですよ、サラさんありがとうございます、好きですサラさん好きです、角刈り、そうですね、高校生なので角刈りが聞きました、さっちはタイタニックは見たことあるよね、だって4年ないです、熱、熱、熱って感じだけど、ね、めっちゃ熱だね、見たことないです、ね、理由もない、意外と有名どころ見たことない、うん、ね、でも結構ね昔よね、割とでもめっちゃ気になる、え、タイタニックってあの冷たい
海に落ちるやつ。そうそうそう。あー、めっちゃ見たい。沈んじゃうやつ。けどね、見てないです。ね。じゃあ、でも有名よね、タイタニックね。うん、めっちゃ聞く。そう、見たいんだけど、自分がさ、入ってるあれチャンネルにないんだよね。アマプラとかさ。あー、そういくと。うん。あ、そうなんだ。全部入ってそうだけど。入ってなかった。こんにちは、こんにちは。困った。二人はテンションがちょうど同じぐらいですね。そうなの、大再演者で、さっち同じぐらいのテンション。あー、喋るこの、うん、この感じがね、確かに割とゆっくりしてるかも、うん、うんうん。サラさんか、タイタニックは長い。タイタニックは好きになるよね。感動が絶対感動系よね。うん、予告っていうか、うん、そういうの見たことあるね。わかる。この前やってたわ、そういえば。サチヤホーね。バイオハザードね、面白いけど、なんかだんだんね、だんだんあのあれになってきますね。なんか超能力みたいな感じに。ありがとうございます。サチヤホー。タイタニック4時間半もあるらしい。え、一本？うん。やば。めっちゃ長いね。そうですね。長っ。それはそれを映画でやってたってこと。長いですね。うん、長いね。ポップコーン足りん。確かにポップコーン足りんね。ベギラー、あれラージか、一番でかいのじゃないと。え、キングとかあんの？え、なかったっけ、分かんない。キッズじゃないの？キッズ、キング、うん、忘れましたね。キングとか、あ、2公演があるんだ。あ、分けてんの。そりゃそうか、さすがにいいよね。さすがに4時間半。4時間半とかあったら途中で寝てしまうかも。4時間半はちょっと長い、うん、長いね。お茶もなくなっちゃうね。確かにお茶もなくなっちゃうね。あ、そうなんだ、長。そう、バイオだんだんね、なんかおかしくなるとか、なんかね、そう、ほんまゾンビって感じじゃなくなるよ。なんか最初のやつが一番ゾンビ感あるかも。なことない。あるわ、けど小さいから。タイタニック冷めててこないよ、だって。うわ、ディーにはディーにはちょっと刺激が足りないかも。サメがあることでね、うん、そうじゃ満たされる。そう、サメが好きなんです。ジョーズ見たことある？ジョーズ見たことあるよ。あ、そうなの、うん、ない。似とる？でもジョーズメグか。え、似てないと思う。あ、そうなんや、うん、人食いザメよね、あれ。え、なんかメグはちょっと普通のなんゾンビじゃないや、サメの映画とちょっと違う気がする、うん、あ、そうなんだ、うん、面白かった。サッチゾンビといえばかな。確かにわかる。かな、単語出たら思い出しちゃう、うん、ゾンビね。高尾さんが映画だからし。あ、そうなんですね。そうなんだ、知らんか。上手に作ってます。あー、なるほどね、サメの笑顔ってこと、うん、本当だよね。あれは、うん、どうやって作ってるんだろうって感じ。サメ、うん、サメ確かにすごいよね。え、でもなんかさ、あれが、うん、めっちゃごついサメだったよね。そう、あれが CG だとしても、うん、すごい、うん、これすごいと思う、あの技術は。なんか本当化石みたいな。わかった、上手に作ることよ、うん、作ってます。あ、上手に書けるってことね。 笑うとこよ、とこに来た。え、来てたよ、誰とも歌が上手ですね、みんな。まだまだやね、みんな好きね、そういうの。なるほど。お化け屋敷は文化祭で入ったのが初めてで、それっきり入ってないんです。映画、一人映画できるんですよね、私。呪術廻戦は一人で見に行きました。広島パルコにお化け屋敷があったんですけど、制服着て呪術廻戦を一人で見に行ったんよね。なんか最初は行きたいって思ってたけど、もうめっちゃ行こう行こうって言われたんですよ、うん、最後、あの本当にもう8回、うん、会場の前で。え、誰に？かすみに。あ、かすみね、かすみさ行ってたよ。けど、うん、無理だった、足が動かなかった、うん、行きたかったの。かすみサチコ連れて、なんかサチコ騙して連れてこうとしてたよ最初。最低。マジ知らんかったわそれは。そう、でも、うん、そうそう、ガチ顔で、いや
さすがに無理って言ったら、うん、そう聞いてくれた。よかった、本当によかった、ね、いやあれはちょっと怖いかも。いや無理、本当にあれは、うん、ヒータンと行ってきてって感じよね、うん、その時は楽しいよ多分、うん、けど帰った後とかやばい、うん、確かに鏡とか見れるかも。そう、それがちょっと怖くてやめました。そう、騙してはひどい、問い詰めをこんばんは、こんばんは。ね、五条先生ね、かっこよかった。あ、でも映画は五条先生よりも、五条先生よりもリカちゃんって感じですね。リカちゃん、五条先生なんか出てきてたっけ。五条先生映画、サッチー初見さんありがとうございます。でも今のアニメの、アニメは呪術廻戦のアニメはお疲れ様です。お疲れ様、五条先生です。やだ、企画が来るでって、うん、そう言ってると妹で企画が来るでって。本当にやめてください。浮気は好きなんてことやば、え、違う、やめてくださいって言ったらいけんのか。そうだよ、全然鏡でも余裕やで、もうやだ言いたくない確かに余裕やで、もね、確かに確かに、そうですね。いや多分いけるんですよ、いけるんですけど、ピンクに見たい、いいよ、いけるんですけど、なんか後々のことを考えると無理なんですよ。なんか寝る前とか思い出しちゃう。確かにね、寝る前思い出しちゃうよね。それが嫌だから入りたくない、うん、え、なんか電気つけてる間割と来ても、なんか電気つけた瞬間さ、急に頭に蘇ってくる、うん、分かる、そうなんよ、分かる、それ本当に。それがなんかさ、前さ、うん、ヒータンがさ、こういう話したの覚えてる。え、覚えてない。部屋でいた、え、いた、自分、え、サチコもいた、いたんだけど、え、でも全然大丈夫だった、なんか、あ、え、自分聞いてないかも、あー、うん、聞いてなかったっけ、確かに、そうか、リエチが怖がってたな、覚えて、うん、そうそう、でも大丈夫だった、全然。いや、結構時の流れはね、うん、説もあるよね。そうなんだ、もう慣れた。まあ睡眠、眠気にはね、お化けも勝てないけど、それな、そうなんだ。なんていうの、戦慄迷宮って言うんだ、あれ。あ、戦慄迷宮ってやつ、富士急かも。あ、富士急、あ、え、ちょっと興味あるけど一番怖いやろあれ。え、富士急のやつってさ、本物が出るってやつじゃないの。違う、そうなの、分からん、あ、ごめん、全部そっちの音似たような。サッチヤッホー、ありがとう。どっちで入ろう、エリーズ何個買ったの。1個、うん、あ、迷わんで、迷わん、2個買ったら、そうね、え、ラメラメか、え、そう、やっぱね、キラキラに惹かれちゃうよね、なんか、どんなんか気になる、うん、めっちゃ分かる、それ本当にって感じですね。今日はキラキラで、キラキラ、まあ、汗かきや、何かのね、大切な前に、うん、いいね、したらむくみが取れそうで、キラキラがいい、こんにちは、こんにちは、余計な、余計なコメント、え、いやよね、本当にダメですよ、早く過ぎてこれね、リエはね、そんなちょっと無理ですね。お話し会ね、話し会にいろんな話したいね。こんばんは、怖い話は NG ですが、今日も立ち上がり、ありがとう、ありがとう富士急の A じゃないかという乗り物はいい、ね、あ、聞いたことある、A じゃないか、普通の乗り物よね、絶叫、ね、どういう感じなん、ジェットコースターみたいな、ジェットコースター系だった気がする。え、サチコいけるっけ、絶叫、え、絶叫はめっちゃいける、あ、そっか、タワーオブテラー乗ったことある、ない、無理、え、で乗れないの、あれ好き、もう絶対無理、好きだった、本当に、うん、絶対嫌だ、乗りたくない、あれは好きだった、絶叫はいけるんですよ、ね、この前 C 行ったんだけど、うん、けどもうそれでもう1時間ぐらい話し合ってた、行く、乗るかな、はい、かんない、うん、ディアも何言われても絶対行かないからって、うん、え、誰の時、友達、そう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 、高校の友達と行った時なんだけど絶対乗らないから、そう、絶対乗らないからっつった、え、でも怖い、え、最初乗れなかった組ね、うん、でも怖い人からしたら本当に無理よね、うん、何を言われようか、うん、そう、急に告白しちゃった、え、他の実況も寝る、え、もう、うん、全部いけると思う、あ、本当、あ、確かに、え、なんだろう、もう多分いける、え、でも浮遊感やばそう、たまってな、え、やばい、やばいよね、え、でも、うん、あれが楽しかった、あ、そういうことだ、うん、それは強い人だわ、え、浮遊感が怖いんよ、リエは、怖
ここ浮く感じは、うん、そうやばいよね。別に速いとか高いとかそういうのはいいんだけど。あ、そうなの。うん、普通にそれはいい。今テレビでバンジージャンプある。バンジーヒーターがバンジーやりたいって言ってたから、ヒーターじゃあヒーターへヒーターへお願いします、うん。いろんなことするんだね。かっこいいところもタワテラ乗ったら変な声で、いや本当になんかもうなんかタワテラもタワテラは行きたい。胃とかが出てきちゃいそう。高いとかね、タワテラ絶対私も乗れない。多分何年経っても乗れないと思う。でもこれ前も言った気がするんだけど、橋の上とかは無理かも。高いなんかもし細い橋とかディーにディズニーのお仕事が入ってきたら、うん、タワテラ乗るわって言った。おーいい決意だね。確かに確かに、いつかねディズニーとか行ってみたいよね。こんばんさっちー、こんばんさっちー、さっちー主計さんありがとうございます。あ、危ない。ふぅセーフセーフ。滝行か。滝行してみたいね。え、撃たれるやつやろ。うん、そうそうそう、撃たれるやつ。すごい。え、さっちー A 型な。そうやで。あ、そうなんだ。え、リーチ A 型な。 A 型だよ。あ、そうなんや、うん、A 型。血液型と性格は関係ないよ意外とね。え、だって A って言われんもん。うん、ミクロ D も言われん。言われんよね。うん、 A、 うん、A って言われんわ、ね。カスミンが一番 A じゃないでしょ。それな。うん、めっちゃ O。 それのめっちゃ O だよね、うん、めっちゃ O。 信じられない A ですか、本当に。さっちこんばんは。こんばんは。リーチのバンジーが見たいなって。いや、いやです。バンジーも浮遊感とかありますよ。どういうこと、リーチのバンジー飛んでる姿が見たいじゃない。え、浮遊感あるかな。え、でも飛ぶ瞬間やばい気がする。え、そうだよね。飛んだことないけど。確かにやばそう。だってもう落下だもんね。いや、やばい。かすみ A なのびっくりですよね。かすみは A ですよ。みんなびっくりするよね、そんなに。かすみは A です。今のうちにタワテラ練習しとこうって。どうやって練習すればいいんですか。確かに。確かに。どうやって練習したらいいですかね。もうちょっとあげる。うん、ギギって漫画ですか。わかる。本当になんかね、でもなんか本当に怖いともう声出なくないですか。ジェットコースターとかなんじゃなくても何にも言えん、うーしか言えない。なんかうなってるもん。あ、確かに。楽しい人、楽しんでる人の方が声出すかも。わかるわかる。声出すものイコール絶叫みたいになってさ、うん、ね、めっちゃ出してた。どっちが出せるかみたいな感じで出してた、うん。あ、確かに確かに。中級者の楽しみ方だ。そう、どっちが声出せるか対決。うん、中級者ですね。次はまずは落ちないことにしますか。で、捕まって。あ、うんうん、そうなんですよ。タッカとか浮遊感とかに抗うの諦めたら乗れてるだって。嘘、諦められるの。諦められるんですか。こんばんは。うん、そう、こんばんは、こんばんは。滝行ね、滝行楽しそうな。痛いの。何も乗れません。デイツコーヒーカップダメです。気持ち悪くなっちゃうから。あ、三半期間弱いんで。なるほど、ね、危ないです。じゃあ何が乗れるんって。え、ジェットコースターでバンザイできます。え、何、手上げ。ジェットコースターでバンザイ、うん、すごい。でもガジェットならできるよ。ガジェット。何それ。ちっちゃいミニジェットコースターみたいな。え、ディズニーの。そう。あ、そんなのあるんや。ミニジェットコースターみたいなやつ。でも片手しか上げられん。あの、それはちょっと分かる、うん、ちょっと怖いな。できるけどちょっと怖い。すぐ終わっちゃう、一瞬で終わっちゃう。ジェットコースター。あ、そうなの。めっちゃ短いし、うん。あ、ミリーゴーランド乗れますよ。ミリーゴーランドとか得意。絶叫サチコ。どうなる。キャーキャーサチコ。カムアーサーとかも行けます。高いとこは別に嫌いじゃないです。こんにちは、主計さんありがとうございます。スプラッシュ乗ったことあるけど嫌いです。
多分でもスペースもスプラッシュもセンターオブジアスも乗ったことある。インディ・ジョーズも乗ったかな。あと何乗ったことないと、まあ、ビッグサンダー乗ったことないよね実は。怖いしよ。ああ酔う。背中を押してよ。ねえ、あ、レイジングスピリッツ、あ、一回転するやつか。それ乗ってないわ。魅力の差とか。それはダメだわ。バシューだ。乗れない気がする。あ、でも一回行こうみたいななったけど。スターツアーズは大丈夫。スターツアーズ割と毎回乗ってる気がします。行けど。岡山。企業はたまに大木は岩が落ちてきますって。いやそんな死んじゃいますけど、どうしたらいいんですか。なんでそれは気になる。確かに、うん、でもどこまで乗れるんだろう。でもこの世の中の結構上位よな、うん、何がタワーオブテラ恐怖さ。分からん、乗ったことないもん。違うのかな。でも幸子が乗って思ったんだったらそうだよ結構。あんまり遊園地行かないからね。でもマジであの富士急とか余裕で行く人はなんかディズニーに、そっか、なんかディズニー、ディズニーがあるか。そう、ディズニーになんだっけ、絶叫系はないとか言ってた。あーかっこいいよな。かっこいいな富士急みたいな。そんなことディズニー絶叫ないじゃんとか言ってあーそういうことか、うん、いい。あ、富士急行ったことないけまだまだや自分じゃ。サッチサッチサッチこんばんは。こんばんはね。ホーンテッドマンションはね私も好き。レイジングスピリッツって遠心力なの。そうなんですか。遠心力とか別に。いやまだまだか。じゃあじゃあもしかしたら意外と海外の遊園地とか。確かに行けるんかな。確かに海外の遊園地います。あ、でも最大落差が国内1位だって。誰がホーンテッドテラ。タワーテラ。そうなん。そんなにすごい、ね、うん。タワテラってそんなに結構危険なあれだったんですね。サッチーヤホー。でもあーランド、ランドで一番怖いのあれ。スペース。いやスペースは私はあんま怖いと思わん。うん、何やろ。スプラッシュの方が怖いかも。スプラッシュ、うん、忘れちゃった。なんかスプラッシュのハイカラっていうか懐かしい。怖いですね下関の遊園地。遊館が嫌ならスプラッシュの方が。観覧車がありますね、あそこ。さちここへ借りてもいい。あ、いいよ。平和な平和な遊園地です。ありがとう。バシューザンってあの飛びたいって言ってたとこ。ん、ヒータンが、うんうん、バンジーがあるところ。そっか。先月石並びやってた相手が角川さん。嬉しい。一並べきっかけありがとう。ビッグサンダーね乗ったことないからね何とも言えんのだけどね。分かった。ああ、なるほど。スペースはまあでもなんかいいですね。ぜひ。なんか怖いけど、でもなんかそんなに乗ろって言われたら全然乗るかも。サチコになっとる。でもスプラッシュを乗ろって言われたら乗りたくないかな。サチコって感じ。サチコです。私もまだスペースの方がマシかな。乗れるかなって思います。滝行ね。滝行ね。ちょっとやったことないから想像がつかないんですけど。もし3期の楽曲が来たいただけたらさ、やりたいね、うん、滝行とか。あ、ヒット祈願ね、うん、いや滝行。でもヒット祈願はしたい。ね、したいよね、うん、です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 カリブの海賊どんなん。あれか、あれですね。カリブの海賊カリブの海賊。カリブの海賊リニューアルされたの新しくなった。あ、そうなん、うん、なんかさ、あの近くにある香水屋さん知ってる。香水、香水とか入浴剤とか売ってる。あるよ、カリブの海賊。ちょっと角行って、うん、あの可愛いお店じゃなくて。一緒のことかな、分からん。あそこのビスめっちゃ好きやった。そうなの、うん、香水2本買った。これこれちょうどあった。見たい。匂いは普通だけど、普通に香りって感じ、うん、
でもやばくない、うん、超かわいい。かわいい。え、匂いたい。いいよ。え、ラプンツェル好きなんよ。ラプンツェル。いいよ、どっちも似合って。え、めっちゃ甘いのす、ディズニー。あ、好き。甘い。これが一番、いいよ、一番人気らしい。あ、ごめん、なんか全然違うとこ飲んでた。いい香り。あ、好き。好き。え、カレーは確か、なんかさ、売ってそう、うん、普通に。確かに。匂いだと。はい、てかリサ子の匂いするこれ。え、思う？あ、なんか分かったわ。リサ子の匂いがします。はい、どうぞどうぞ。リサ子の匂いです。はい、匂いますかみんな。あ、いい匂い。いい匂い。あ、よかったよかった。出てる出てる、いい匂いって。これは、うん、ちょっと新しい匂いですね。どこにかけようも。あ、くんくんで。あ、くんくん。あ、え、なんか、うん、ね、あんまりない匂い、うん。あんまりない。でも自分好きだ。え、すごい。あ、めっちゃ思い出す。え、この2本ってこと？多かった。え、すごい。あんまりこれはないよね。これは結構市販でもありそう。え、高かった？1500円ぐらい1本、まあ、え、よかったね。え、そう、マジで衝動買い、かわいすぎて。え、でも好きかも。え、やべー、好き、よかった。いい。家族不評だった。え、なんで？アリの匂いって言われた。でも私は大好き。え、アリって匂いするの？え、思った。アリの匂いがするって言われた。砂糖の匂いってこと？え、そういうこと。え、しないし、アリの匂い、アリの匂いって言われた。アリって匂いするの？けど自分は超好き。こんばんは、しけいさん、ありがとうございます。じゃあリサ子を思い出したくなったら、そう、これリサ子の匂い、ディズニーへぜひ買いましょう、皆さん。ラプンツェルのやつです。そう、一本はリサ子の匂い。こっちは、ね、あ、見せちゃった。アリは酸っぱいんだよ、うん、アリ、土の、土のね、え、いい香りよね、普通に、うん。ね、アリの匂いって逆に何か分からん。え、それな、嗅いだことない、うん。あ、めっちゃ好き、めっちゃ思い出す。うん、いいね、シンデレラの香りです。あ、そうだそうだ、これシンデレラとラプンツェルの香り。ラプンツェルはそんな香り。かわいい。アリは酸っぱい匂いらしいよ。え、これ甘い匂いじゃないと思う、結構、うん、甘いだ。え、待って、もう一回かかして。いいよ。あ、いい香り、めっちゃ好きなんだよね。シンデレラはこんな匂いするんだよ、きっと。え、でも爽やかじゃない？うん、よね、ぽい、シンデレラっぽい。ありがとう。いいえ、いいえ。めっちゃいい。10月21日、幸子、いい匂い。いや、ちょっとかけていかないです、うん、あ、うん、それじゃあ、そろそろじゃあ、そろそろ全然急すぎて、ね、面白いんだけど。はい、じゃあそろそろね、壇上読まさせて、ね、いただきます。はい、ごごっちゃになるか、まあまあまあ、そっか、じゃあ、そっち、あ、じゃあ、OK、うん。13位、なりちゃんさん、12位、黒白さん、11位、のったんさん、10位、しげちゃさん、9位、炭酸せんべいさん、8位、りょうちさん、7位、あっちゃさん、6位、とんさん、5位、かたむつりさん、 4位、まっつんさん、3位、ゆきやさん、ありがとう、ありがとう。2位、かまりパパさん、ありがとう。そして1位は、やすみさん、ありがとう、ありがとうです。リエチーズ、どうぞ。はい、そう、いきなりのね。13位はしげあきさん、ありがとうございます。12位ダースさん、ありがとう。11位ストームックさん、ありがとうございます。そして10位ひらつぐさん、ありがとうございます。9位森健銀河さん、ありがとう。8位ゆういちくん、ありがとうございます。7位ととみちさん、ありがとうございます。6位おいでます元気さん、ありがとうございます。5位イスケンマシンさん、ありがとうございます。4位マシンガーさん、ありがとうございます。3位マッツさん、ありがとうございます。2位クマネポポさん、ありがとうございます。1位ルパンさん、イエーイ。ありがとうございました。皆さん、今日も配信を見に来てくださってありがとうございました。それでは体調にお気をつけて、はい、明日も頑張りましょう。頑張りましょう。それじゃあ、じゃあお話し会で待ってます。待ってます。待ってます。直接楽しみです、ね。はい。そうですね。じゃあそれでは、おやすみなさい。おやすみなさい。バイバーイ。バイバーイ。